こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。今までいろいろと潜在意識の変え方を学びましたね。あなたはどれだけ実践しましたか？やってみたけどうまくできてるかわからないな。やってるけどまだ効果が出ないわ。などいろいろな感想があるかもしれませんね。でも根気が必要ですからぜひ続けてくださいね。今日はそれでもうまくいかない場合の原因について考えてみましょう。ということで今日のテーマは、望みが叶わない時の原因とは、です。まず、一番大切なことからお話ししますね。潜在意識をコントロールして、望む現実を作り出すには、それなりの時間がかかります。それは、お金と同じように考えると、わかりやすいでしょう。1億円を貯めようと思ったら、それなりに時間がかかりますよね。でも、100万円を貯めるのは、それほど難しくありません。このように自分の目的がどのくらい大きいかによって現実化する時間が決まります。でもまだそれを実現していないという時にはそれがどのくらいの時間を必要とするのかが全くわからないために無理なことを願っていたりします。ですからその場合は現実をしっかり見る能力が必要です。次はこれです。一見すると自分の目的と誰かの目的が同じように見えても、子供の頃から考えているか、大人になってから考えたのかで、スタートが異なりますから、現実化する時期も当然異なります。これについては、第8回目の動画でお話ししましたね。うまくいっている人が、子供の頃に何を考えていたかは、周りの人にはわからないので、つい、大人になってからのことを比べて、なぜあの人はあんなに早く成功したんだろう。と理不尽に思いますが、本当は子供の頃からの思考の量で決まるのです。では、次です。結婚したいと前から思っているのになかなか結婚できないという人がいますよね。そういう時はもともとブレーキがかかっていることが考えられます。つまり、結婚すると悪いことが起きるから嫌だ。という気持ちが別に潜んでいて、子供の頃からつい最近までブレーキをかけてきたのかもしれません。これはとてもよくあることなので、今望んでいるものが本当に現実化したら何に困るのかを明確にして、それを恐れていないかを考えてみましょう。よくあるのは、結婚すると自分の時間やお金がなくなる、結婚すると相手の家族との関係が煩わしいとかです。メリットとデメリットをよく考える必要がありますね。では、次です。あなたが欲しい、とても高価なものがあるとして、それがもしたくさんあれば、お金が足りませんよね。でも、一つを買うならば、そんなに難しくないでしょう。これはブレーキをかけているのとは異なり、目的地が多すぎるようなものです。そのために、迷いが生じて、どこにも行けなくなっています。自分では、欲しいものを考えることでワクワクするので良いことだと思っていたりします。でもこれはただエネルギーを分散させているだけで良いことはあまりありませんから、何か一つを求めるようにした方がいいですね。子供のような欲張りは迷いばかりを生み出しますから、潜在意識を諭しましょう。